また何かはしごがいるな。コストコのカート。コストコのカートこんな重くないよ。よし。お前なんでそのなんで働くおじさんをそんな遠くで見んの。大体この年齢くらいからお父さんと一緒のパンツ洗わないでって言い始めるじゃないですか。水辺さんはお父さんと一緒にパンツ洗われたら嫌なの。いやあんま気にしないかな。自分のパンツまずズタボロやから気にしない。ズタボロのパンツはやめてください。うん。